iPhone で撮影してみよう。12で。うん。今日は首から撮影しております。途中からの撮影ですが、ここまでで超過は3本。うな重3本。うな重3本。よいしょ。ここにうなぎが入っております。はい。明かりつけます。はい。うなぎが3本。いいサイズです。いいね。俺も釣りてえぜ。まだ釣ってるとか映ってないから釣らなかんね、これ。お、だった？どれを巻く？それ、赤いやつ。あ、これ？ウォーキングするよ。あ、来てるわ、これ。あ、来てる。いた。あぶね。よいしょ。ちょっとちっちゃいな、さっきのようにね。危ない危ない危ない。よいしょ。釣れた。あ、便利だな、キス釣りの。なかなか入らない。あ、もう針切っちゃうんだったね、そういえば。やった、どうだった？あ、でもちょっとちっちゃかったから引きがあれだったな。うん、ただもうね、感覚で分かったよ。分かった。ぐんぐんぐん、逆手だけど、逆手だけどさ、俺。あ、そっか。そう、でも、感じ取れたよ。うん。これもう一回。いた。なんか飛んできた、水に勇気が。あ、本当ではあるんだ。急に来るやん。お、当たってる。せーの、よいしょ。あ、うん、食ってる。
よいしょ。あー、ちっちゃいわ。でもちっちゃいわ。え、どう、これ、うん、釣れた。今日はあれだな、昨日よりもちょっと風が強めだな。よし、このミミズハバサミがね、結構いい。そしてね、このミミズトース、これソフトルアー用なんだけど、これも結構使い勝手が良くて。この針先に、針先同士を合わせるんだけど、なかなか不器用な俺にはさっさら入ってきて、こうやってピーンと糸張って、こうやってね、よし、OK。楽、楽ね、超楽。重たいな。ライト取って。
ってあげる。ちょっと待った。どうしたらいいの。どうしようどうしよう。降りるんだこれ。びびれだ。ちょっとフィッシュグリップってどこいたっけ俺。どこで行ったっけ、キビレ。いた。キビレ。いい。キャッチ。でけえ。でけえ。はい、釣れました。うなぎの予定が黒鯛、まあ、キビレですね。あーびっくりした。ちょっとうとうとしてて、そしたら鈴が鳴って、で同時に通話が入って、帽子取っとって、やべっていう状況だった。うん、あーでもよかったわ、釣れた。これ持って帰ってまた食べよう。はい、先週の金曜日と昨日今日と、うなぎ釣りをしに来ましたが、まあ先週はめっちゃたくさん釣れたのにカメムシ、昨日今日とね、うなぎは全部で1本で、キビレが1枚、まあ釣れないよりかはマシだけどね。まああれだよ、あと新しい電池式のケミホタル、あれに当たりがあっている、多分グーンとなったのが多分外からの定点カメラだと映ってると思うんで、よかったかなと思います。はい、ということで今回の動画はここまでかな。よかったらチャンネル登録
ックアロボーラン、よろしくお願いします。ではまた、バイバイ。そろそろサーフも行きたい。